私もさ、いやもう本当に今週はいろいろあったわ。今週はさ、何があったんですか？あのいやチョコレートをさ、いろいろやっぱり配ったの。はい。愛ちゃん配った？配った。いくつぐらい配った？わかんないです。そんなわかんないぐらい配った？でも50個。50個以上。あ。それはあれでしょ、2月14日以外も配ったでしょ。14日に会社持ってって、うん、あ、なんだ、事務所の皆さんにっていう、はい、その友チョコとも言えないよ。友チョコ、一応友チョコ、まあお世話になった、うんうん、まあスタッフさんに持ってったりとか、うんうん、あとお稽古場に持ってったりとか。あ、そうかそうか、うん、これ聞くべきじゃないとは思うんだけど、空気的に本命チョコはね、でねじゃないの。一応聞きづらいところを聞いた。全部本命チョコ作りました。ね、全部って50個が？50個何？買ったんじゃないの？作ったんですよ私。だから全部愛情が入ってる。それ嬉しいね、もらった方たちね。でも一言ちょっとここで言うのもなんだけど、これはね、あのスタッフの方に配ったのも分かるけど、それだったら先々週の時に高橋愛ちゃんの手作りのチョコ、この視聴者の方にプレゼントってやって1名とか2名とかやりたかったな。いいんですか、手作りあげても。いいじゃない。いいの？絶対。本当に。そんなの欲しがるに決まってるじゃない。次作ってくる。次1年後だよ。アイスクリースやってるっていう自信ある？やりましょうよ。本当？あ、じゃあ愛ちゃんが、うん、言えばこれ鶴の一声ですから、これも決定も同然ですから。愛ちゃんお願いします。あのね、そうそう、来週も、あ、来週じゃない、来年のバレンタインを迎えられるように視聴者の皆さんにこれお願いしたいと思いますので、よろしくお願いします、ね、1年続けようね。じゃあそのバレンタインの週ですけど、はい、今日のファッション、はい、早速、今日は結構忙しいね。そうですね、バタバタしてます、ね、バタ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 、はい。この帽子がやっぱりポイントの一つですね、まずね。そうですね、帽子がポイントだし、お洋服なんていうの、これレースチックなって、私レースとか言っちゃまずい？いや、レースです。レースやっぱりね、うん、レースチックで、ごめんね、こうやってやって可愛いな、すごくしてね、はい、ちゃんと履いてるのよこのタイツ。タイツ、そのタイツグレー、これグレーです。ブルーグレーみたいな、なんか靴がベルベット、はい、ねえ、あ、可愛いね、はい、これ愛ちゃんにぴったしだと思う。あ、本当ですか。そういえば私先週、この前回ひどいこと言ったっけ？ああ、大阪のおばちゃんって言われたんだ。大阪、そうだよ、思い出した。私はいいんですよ、クリスさん、はい、私のバレンタインね。クリスさん今日可愛くないですか？今日、うん、今日、うん、今日はちょっと中性的な感じで、行きました。私のお気に入り。そう、キュートですよ。そうなの、ありがとう。もうこれでいい、はい、終わり。終わり。いいのよ、終わりで。でもまあバレンタインね、はい、いろいろとやっぱり私もチョコレートもらう方じゃない、どっちかっていうと今まで、もう今までもらう方で、やっぱりお返しっていうのは期待する？期待しますね。あ、私には別にいいんだけど、他の人たちに期待する？はい、いやでも、うん、本当に私手作りなんで、そんなにあれじゃないですか、まあ会社の方とかにあげると、うんうん、いいの返ってくるんですよ。へー、いやそんなすいませんみたいな、私なんか手作りですいませんっていう感じのものが、そんな、そこまで言ったら、はい、カメラに向かって会社の方にアピール。でもスタバカードとかいただいたこともあるんですよ、うん、だからスタバカードいただいたこともあるんじゃなくて、今年は何が欲しいのかな。そんな何でもいいんです。いや、お会社は何でもいいんです。そんな謙虚的な私がせっかく今きっかけを作ってるんだから、あれが欲しいなって一言ちょっとちらっと言えば、会社の方自由よ。何が欲しいかな今。うん、そう考えて。iTunes カード。iTunes カードだってね、アップフロントの方よろしくどうぞ。ね、まあいいんですよ私の話は。じゃあちょっとピグちょっと今日早めですけど見てみましょうか。はい、バレンタインは過ぎたけども、まあバレンタインということで、今日はバレンタイングッピクされる方はとってもラッキーだと思います。まず、おお、結構また今日もマインバイマイン。はい、何番に入りますか？はい、28、あか16、16、ごめん、28じゃなくて16だったよ。
はい、ジャンプですよ、決まりですよ、皆さん、ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ、please。Yes。はい、グッピグ、人前、人前ってだ、ユサか？もういろんな名前の方いらっしゃるけど、ね、みんなあの喜んでね。してグッピグしたされた方は、もうくる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 もう踊りずっと踊ってて、この部屋から消えるまで。おー、イエス！この人グッピグしてあげた。うん、頭から回ってる子、うん、ねねこの海賊の方数字しか並んでないとか読めるわけないじゃない。みんな何愛ちゃん大好きね、もうバレンタインのこれチョコ代わりです今年は、このグッピグが、何これダイスと8位って何、なんかあったな、グッピグが猫ちゃんがあのチョコレートの、あすごいみんな回ってくれてるよ、はい、回ってるが学級なんか結構今日コアなこと語ってるよみんな、うん、なんて書いてあるだから明日配る、何を配るの？わかる？ん？だから明日配る、ありがとうって。ここにいた人はみんなグッピクしたんじゃないの？したかも。ねえ。もらってない人いますか？いない？いい？チョコ、みんな。いた。もう、あ、いた？みんなもういい？この部屋去るよ。グッピク、みんなした？もう特別です、バレンタインの。してって。はい、あ、2月12日イベントやったの。あ、やりました、なんか、グッピクよかったよって。はい、大好き、大好き、大好き。ありがとう。オッケー、みんなあげた！グッピク。うん、あみんなありがとうね、ありがとう、ありがとう。じゃあここの部屋を去ろうか、はい、あじゃあどうだった、出ますか、じゃあ自分の部屋に一応出よう、はい、いかがだった、ね、このなんか取り急ぎ的な、そうですね今日すごく、まあ、今日盛りだくさんですから、早いよね、すごいペースが早いんですけど、時間のね流れが早いけれども、ね、でもまあいいことなんじゃないですか、時間の流れが早いっていうことは、ね、きっとこれから誰かが来るんじゃないの、誰か来るんだと思います、ねえ、あ、青木くん早速来た、何来てます、今女子力アップキャンペーンで、青木くん、はい、あなた今週からいない予定じゃなかったね、言ってましたよね、どうしたの、青木くん、来ました、青木くん、来ちゃいました、青木くん、はい、どうして今日いるの、今日ですか、うん、今日あなたきっとみんなから愛されてるわよありがとうございます、はい、まあ今日、はい、やっぱり私たちの、はい、ね、ね、この番組は、はい、いることにしたイエイとかって語られてないんで彼がいなくなるとも言ってないしね、はい、まあ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 、今日なんですけど、はい、あ今日何、はいはい、女子力アップキャンペーンっていうのやってまして、キャンペーン、はい、今ブレスレットを作れる、何のブレスレット、はい、何のブレスレット、ご自身でパワーストーンで、おーパワーストーン、パワーストーン大好き、はい、大好き、はい、早速向こうにご用意してるので、ぜひご移動お願いします、やったー、あこれそれなの、私なんでスタジオがさすごい変わったのかと思ってさ、うん、あら、こんにちは、どちら様でございますか、ですね、ハワイ初のパワーストーンサロンマルライの、アドバイザーのミネと言います、まあミネさんどうぞよろしくお願いします、します、今日はですね、石持ってきました、ちょっと見て、アイちゃんこれキュー素敵ー、選んでいただこうと思いまして、持ってきましたんで、え、選んでいいのこれ、全然選んでください、自分の好み、好みで、ちょっとちょっとちょっと、アイちゃんやったー、見よう見よう、はい、見よう見よう見よう、見ましょう、いやちょっと間に入って、うん、そうですか、やったー、はい、ですんで、あら好きなものを選んでいただいて、うん、え、すごい可愛いですよ、そうですか、これ可愛い、あ、私どうしよう、ハート、ハートとかもある、あ、この紫とかいいわ、私、あ、いいですね、それアメジストって、それこのあれはあの水色選んだ、今水色、何の意味があるの、これアクアマリンっていう意味で結婚とか、え、アクアマリンって結構素晴らしい、結婚、はい、ね、結婚、イの一番にアクアマリンに走ったってどういうこと、ね、結婚願望ないよね、結婚願望、まだ、まあ、周りが結婚していくんだ、結婚する年かみたいな、みたいなね、うん、おめでとうも多いし、まあ、ユキナもね、ね、ユキナもちょっと、ね、あ、まあ、でも知らないよ、私本人まだ噂っていうかね、本人が発表してるわけじゃないからね、あ、そうなんですか、まあまあいいじゃないのということで、この辺でちょっと作ってすいません、クリスさん、何ごめんなさい、なんか話飛びちゃって、あ、これ作っていただこうと思います、作る、自分で選んでいただいてね、うん、タカさん、いいんですか、全然作ってください、クリスさん、持てるね、あ、自分で好きなもの、どうぞ、あら、ちょっと、ちょっと、ちょっといい、私言って、まあ、そうです、じゃあみんな好きなの選ぼう、好きなの選んでください、これは何、この緑、これアベンチュリンという石ですね、アベンチュリン、寛大な愛とかです、寛大な愛とか、寛大な愛です。でも私やっぱりこれがピンときたわ、このちょっと薄さが微妙だけど、そうですね、これアメジストっていう石ですね、アメジストはどういう感じ、はい、そうで直感とかね、うーん、癒しとか、癒し、愛の石って言われてます、ちょっとこれ一応置いとこう、はい、ちゃんも選ぶ、そうそう、私これが石色の、はい、かわいい、それなんか何そのハートになってる石、これ、これ石というかね、ハートに貝なんですね、言えばね、かわいい、シェル、そうシェルですね、シェルじゃん、これはシェル選んだ人はどう、そうや、ね、
あの母性の人かって言われてて、ねえ、さっきから結婚とか母性とかさ、 そうですね、そっちに走ってるよ。そっち走ってますね。でも選んでそれが正直なところなのよ。そうですね、なんかパワーストーンってそうですもんね、うん、そうですね、直感が大事ですからね、うんうん、じゃあちょっと選んでみよう。ずっと好きなもの、私やっぱりでもこれブレスレットを作るんでしょ。そうですね、なので何個かですね、いくつか選んでもらって、いくつか選ばないとダメだよこれ。そうですね、ちょっと丸く作っていただければと思います ね、お好きなように。好きなように守れないのでね、すいません、なんかバラバラ。新しいの選んだな。あ、これは何、これ、それいいです。あ、サーペンティンっていう石ですね。すごいですね。癒しっていう石ですね、癒しとか。でもさ、私たち選んでるのいいけどさ、うん、今ハワイにお店っておっしゃらなかった？ありがとうございます。ハワイにハワイじゃしょうがないわよね、考えてみたらさ、まあ確かに、まあ、ハワイに本店がありまして。ないの日本に。あとですね、六本木にサロンがありましてですね、あとは伊勢丹の新宿とか、うん、伊勢丹大阪とか、 あとまあ各地にいろいろ点々とですね。あ、じゃあやってます、買いに行けますよ。いや違うの、今ここで選んでるけどさ、うん、見てる人がさ、ハワイじゃ俺たち私たち選べないわよとか思ったら嫌だから一応聞いてみた。ハワイの方もいらっしゃるかもしれないですからね。そうですね、見てる。そうです、そう、なので各自点々、うん、ハワイでも見れるんだこれ。見れますよ。そう、ハワイで見れるのこれ。見れます。うわーすごい、全世界で見れる。 Hello My name is Chris And you? And I And I And I I is not English, I is nameI? No, no. 選ぶ選びましょう。そうですね。選びましょう。どうしよう。私これがいい。いいです。あ、それね、インカローズって、そう、恋愛にすごくね、強いし、最強の石です。これ高価な石ですよ、それ。これ高いんですか？高いです。高いんですって。だってキラキラだもん。そうです。これ赤い。ピンクの濃い赤い。女性。これあんまり見ないですよね、この石。そうですね。まあ、女性にはすごい人気がありますね。恋愛に強い石ですよ、それは。ちょっと可愛らしいの作るかな。私ピンクどう？ピンク。ピンクも恋愛の石です。美肌効果とかありますか？美肌効果言われてます。美肌効果必要だ。美肌効果選んどこうか。そうです。うふうじゃないの。え？必要でしょ？必要。私も必要だから。そういうの選ぶの早いですね、グリさん選ぶのが。選ぶの早いの、早いです。こういうの。あ、なんか。こういうのも良くない？ちょっとパワーストーンじゃないやつもありますよ。そういうのもいいですね。間に入れていただくと可愛くなる。可愛いですよね。そうですね。はい、そうか。これは同じような感じだけど。同じですね。違う？同じ。同じです。もう恋愛です。ええー、あ、クリスさんも恋愛ですか、はい、なんかでもいろんなのありすぎちゃって、ちょっとね、わからないかもしれないですね。こんな黒とかはどういう力。そう、これオニキスっていう石ですね。オニキス聞いたことある。厄除けとかって言われてます。厄除けだって、はい、おー、そうですね。でもこれも金具だもんね。金具ですね、そうですね。チャームオニキスもこういったハートになってたり、はい、ここクローバーみたいな。オニキスのハートがあるんですか。そう、あるの。ここなんかちっ、あ、にゃん、これこれほら、かわいいね、ハートかわいい。なんかビーズとかお月様みたいな。あ、こうやってね、ぷっくりしたの見て、これぷっくりしたのもある。あ、ほんとだ、かわいい。そうかわいいですね。お気に召したらね、うん、こう入れてちょうだい。Okay. いや、もうなんかほとんど仕事じゃないよね、これね、もうね、ちょっと好きなんですか。ここすごいカラフルだけど、これは違う、同じ石じゃないでしょ。一緒なんです、一緒なんですけど、色っていうか形ですね、ちょっと違うんですね。なんかさ、パワーストーン、これパワーストーンです、これも。なんか見たことない石多いですよ ね、はい、すね。これ駄菓子屋に売ってないの。売ってないですよ。それ飴ですよ。違う、なんか駄菓子、昔遊んでた。これは何の意味があるの。アゲートって言ってですね、まあなんか、うん、薬除けとかっていう意味もあったりとか、あとは血に足をつけるみたいな。血に足、私ついてないから。あんまフラフラしないね。ああ、なんか私なんか言いたい。全然違う。大丈夫です。ね、血に足をつけるっていう意味ではね。あ、いい、これいい。だ、それがだからアゲートで、さっき言ってたやつですね。あ、これと同じ。そうです、そうです。あ、でもいや、私こっちの形の方がいい。あ、いいですね、それも可愛いですね。こっちの方がおしゃれ。そうですね、おしゃれですよね、うん、す。このちっちゃいのより私、はいはい、私大ぶりが好き。大ぶりのやつが、ね、あ、でも全部でかいですね。でかいですね。でかいね。ちょっとあなた、こっちはどう？ある。ちょっと私女の子っぽくしようかなと思って。あ、可愛いですね。あ、でもなんか大体、あ、でも趣味全然違う。違いますね。確かに。でも私普段結構やっぱし、はい、シックな色が多いんですよ、はい、なんでこういうパワーストーンはちょっと可愛い系。そうですよね、やっぱ女性なんでね、可愛らしく作っていただいた、はい、でもそっか、こういうつなぎも必要なのかもしれないね。そうですね、なんかわかんない。あ、こっちキラキラだよ。どれ？こっちキラキラ。いや、キラキラいい。あ、いやー、素敵。これはだからパワーストーンじゃないやつだ。間に入れるとこうキラキラして可愛くなりますね。え、より輝くとか。より可愛く。そうですね。可愛いじゃん、好きな方は。あ、ハートもいろんな種類ある。そうです、なんかこれはだからなんだろうな。これ順番とかも。そうですね、そんなに、はい、気にしなくて、まず、はい、繋いでもらったりですね。ちょっと待って、なんかでも私あんまり私はごちゃごちゃ。あ、できた。愛ちゃんも結構シンプル。私もこうやってほら、そうですよね、こんな感じがいいかな。私
どうこれいいですね、なかなか。ちなみにどんな感じのまとめ方か。そうですね、うん、クリスさんはやっぱりなんか恋愛っていう感じですね。恋愛を求めて、ね、そうですね、恋愛というかもう美しくなったりとか。そうです、あ、愛さんもそう、まあ、恋愛といえば恋愛ですね。やっぱこう可愛くつないでいただいてるんで、こういうのはもう恋愛すごく強いので、あとはなんか癒しとかそういうような感じです。これでまたパワーがね、はい、じゃあちょっと愛ちゃんのね、はい、ちょっとカメラに、あーごめん、あクリスさん、オーミステイク、じゃあ直してて、その形で、はい、私のこんな感じ映ってますか、ごめんね、いえ全然ですね、愛ちゃんのこれ私の感じで、した愛ちゃんの感じ、なんとなくですね、そう、私のちっちゃいからなんかコロンってなっちゃったの。そうですね、そうそうそう、あ、そうだ、重さがないからね、うん、そうです、クリスさんのはこれはどんなイメージですか。だから本当に愛、愛ですね、愛の中でもどんな愛、そう、ああ深い愛かもしれない。だってさ、この愛も、ね、この愛、これ愛もこれも愛でしょ。そうですね、よく似てる感じになりますね。こっちはもう愛ですね、濃い愛ですね。じゃあ濃い、クリスさんが濃い、そこちらはこっちも 愛は愛ですよ。まあ濃い深い、あの浅いとかないですけどね。これあれはないの、金運とかそういうの。金運もありますよ、金運の石とか言われるやつもありますね。どれ、クリスさん、こういうのは金運ですね。これ、はい、ルチルコーツっていうゴールデンルチルっていう石ですね。ちょっと待って、これそうなん、水晶の中に金の針みたいなのが入ってるんですよ。あ、本当だ、ほら見て、そうなん、そうなんです。なんかね、水晶の中になんか、いやこれこそあれじゃない、ビー玉でしょ。ビー玉じゃないです、石ですよ。あ、石か、石ですよ、高いんですから。これき、ビー玉、ごめんなさい、失礼いたしました、綺麗だった。これとか目みたいですよ。あ、そうですよね、そういうの、あの金が入ってて、そういう目みたいですね。え、これってすごいね。そうです、そうです、よく見たら全然違った、超高級。あ、すごい、あ、なんかそう、そういうのとか入れてですね。でもね、違う、こういうのやめとく、私、あのね、やっぱりお金とかね、そういう欲を持っちゃいけない。そうですね、私たち、はい、愛を第一、そうね、印象で選んだんだから、はい、愛だけにしよう。そうしましょう、愛がね、まず一番ですからね。これいい感じですか、ワイと。そうですね、可愛くできて、うん、と思います、うん、で今回ですね、これ選んでいただいたのが、だから前回、今度ですね、はい、作って持ってきますので、これ選んでいただいた、あ、何、はい、これを作ってくれるのも、はい、今度作ってきます。わー、つまり自分 だけのブレスレットを、そうですね、作ってくださいます。次回これをあの完成させてきます。やったー、任せてください。めっちゃ嬉しいそれありがとうございます。やったー、ありがとうございます。いいえ、とんでもないでございます。じゃあそれよろしくお願いします。了解いたしました。これわかりました。でもなんかもっと見てたいね。ね、これなんかもっとなんかたくさん意味がありそうですもんね。ありそうだもん、だってこれ本当にすごいのよ、数がすごいです ね、 ね、この中でだ自分に合う石を見つけるってすごいね。だってこれとかもすごくないですか。でこれは何、これはさっきのオニキス、さっきのオニキス、まあ薬よけとかね、形が違うやつね。そうです、すごい。だからいくつもいくつも作ってもいいわけだ。そうです、ね、こうやって重ねて、はい、だね、重ねてつけられます、うん、だってこれとかもすごいですもんね。それイヤリングにもできそうだよね。ピアス、うん、あ、そう、そういうこと、可愛いですよ。可愛いですよ、似合うと思うよそれ。これネックレスとかもできる。あ、素敵素敵素敵、うん、いろいろあるんですね。これ素敵、なんか見てるとキリがなくて、はい、女子力アップしそうだけど、この番組終わっちゃいそうになるんで、うん、とりあえずいいですか、作っていただください。わかりました、ね、ください。次回番組進行しなきゃいけないんですよ。ありがとうございます。どうもありがとうございます。頑張ります。え、本当に作ってもらうのかな、うん、すごいと思う。すごいですね。ちょっとなんかすごい期待しちゃう私、うん、え、これは何、すごいよね、いきなりなんか私たちが選んでなんかすぐ作ってくれるとか言って、ね、正直言って来週まで待てないんだけど、来週、再来週か。そうですね、近いって、すぐ欲しいですね。でも2人とも選んだのが愛っていうところがさ、ね、まあ私は名前も愛ですからね。そ、あ、さっきは、うん、だから愛って言ったでしょ、はい、あ、愛はあの英語のことじゃありませんよって、うん、これは人の名前のことですよって私は言ったの、英語で、うん、あ、わかった言うんでしょ、わかったしたら、ほっってなったから、ほっってなった。そうそう、私の英語のアクセントが悪かったわね。いやいやいや、私の理解力ですね。ね、ごめんなさいね、すいません、英語力が。でも、うん、あのパワーストーンっていうか、私でかいのが結構好きでいいし。そうですね、結構大振りでしたね。そうな、あのね、うち自宅に昔大きい石がいっぱいあったのよ、うん、どうしてもあの大きいものが好きなの、とにかく。なんかそっちの方がブワーってきそうな感じ、うん、して女の子ってやっぱり私ハートとかもすごい可愛いって思うんだけど、うん、なんか原石そのものとかが結構好きだったりする。あの加工されてないやつとか。なんかこの間もなんかこの間っていうか結構会ったばっかの時になんかパワーストーン見せてもらいました。あ、そう、結構ゴツゴツした、ゴツゴツした。そうなの、ね、ああいうのが結構好きだったり。本当好きなんですね。そうなの、そうなのよ、ああいうのが好きなのよね、うん。
まあでもいいもの見れたわ、はい、ねえ、うん、あのパワーストーン見てみんなどう思ったのかしらね。ね、聞いてみますか。でもなかなかパワーストーンってみんなわかるかな。いや今何気なくあの珍しいコーナーだったから。確かに。でもこんなスタジオに来てくださるなんて、うん、みんな嬉しい。今日はまた入ったよ。これ何番、はい、1です。1番のスタジオ入りましたよ。はい、ジャンプして喜ばないとすぐ去ります。1番のスタジオの方、おーってほら来たよ。せっかく1番で、はい、バレンタイングビッグということで、はい、もう皆さんパワーストーン興味ありますか。あの愛ちゃんの作ったパワーストーンどうだった。あれなんかブレスレットになりますけど、はい、でもなんか私、うん、ちょっと黒いパワーストーン欲しいなと思って、うん、はい、なんかちょっと今センスがいいってよ。よかったよってよ。可愛かったってよ。あ、みんなから結構絶賛。やった。ねえ、すごいすごい、よかった。ピグで売ってください。ピグでブレスレットって売れないでしょ。あ、でもアイテムとして作るってことです。多分みんな欲しいの。ねえ、アイちゃんのブレスレット、うん、欲しいの。アイちゃんには欲しい。お、欲しいってこの人にはグッピグした。欲しいって言ってくれた人は欲しい、はい、はい、もうあ、グッピグしてるね。欲しいってここも青の人グイピグしてるもん。欲しい、あ、よかった、欲しいって言ってくれたからグイピグみたいな、うん、絶対買う。ちょっと愛ちゃんが相当センス良かったんだ。やったねえ。今日ちょっと甲高い声がしてる。ちょっとあら、いらっしゃい。まあ、ちょっとランコちゃん、お元気。お元気だよ、ね。久しぶり。可愛い声。もうあなたは入ってくるだけですぐ分かる。可愛い。可愛いよね。はじめまして。あ、嘘。はじめまして。はじめまして。じゃあ、うん、自己紹介どうぞ。あ、よろしくお願いします。カメランコです。お願いします。はい、初めてで。はい、今日今すごいいい香りがしてるから。本当に、うん。ちょっとね、今日に備えてボディクリームをね、ふんだんに。ボディクリームの自然な匂い？香りという。香りは、うん、なんかいい香り。あ、いい香りのやつをつけていきます。なるほど。今日ファッションちょっと可愛いね。今ね、カメラこっちあるけど、ちょっとね、ファッション可愛いから、はいはいはい、写していい？ファッション。どうしたら？立って？立ちます。はい。そう、はい。可愛い。はい、カンベランコちゃんです。今日のゲストです。そしてお友達です。どうも。ね、そして、はい、こういうやっぱりニットで、そう、割と今日ニット、ざっくりニットです ね今年っぽい感じだ、うん、これダイナミックな編み方で、そう、ダイナミックな編み方して、下が割とカラフルなタイツ。今日ね、うん、このタイツをメインに、うん、これが履きたくて、うん、このニットを合わせて。あ、そうか、わかる。あの下が華やかだから、そう上はシックな感じで、そうそうそう、そして下のニットの色に合わせたこのオリボン。そう、オリボンつけてるのね。そうなんです。そしてここにもね、可愛い、見て、アイちゃん、イヤリング。あ、本当だ、ピアス。可愛いね、ピアスもね、リボンねえ、ちょっとさっからさ、うんうん、ちょっと待って、なになに、さっからなんか違和感があるんだけど、私がイヤリングっていうたびに、うん、アイちゃんピアスって言って。だってピアスだもん、これ。ピアスだよ。え、イヤリングとピアスって何が違うの。イヤリングは穴が開いてない。あ、ピアスとイヤリングってそういうことなんだ。よし、今度クイズ出たら大丈夫だぞ。今まで知らなかった。そのレベルのクイズは出ない。いや、違う、イヤリングで穴開きのやつってとか、そういう、ないないない、私あれだったの。あ、ちょっとジェネレーションギャップかもしれない。ねえ、ピグほったらかしって知ってた、アイちゃん。ごめんね、ごめん、みんな、ごめんね。ゲイなんて書いてある。ゲイなんとかって書いてあったけど、はい、ごめん、ごめんなさい。もう今私、違う、あなたがいきなり噛んだらない声言いますから。いきなりね、噛んだかい。急に今日入ってこなかった。うん、入ってきた。普通青木くんっていうボーイのね、子が来て、あの相席よろしいですかって言うんだけど、あなたの場合はあれね、お友達っていうことで、そうそう、もうさっさと入ってきたから。入ってきた。 でも愛ちゃんと今日初めてだけど、ランコちゃんっておいくつだったっけ。私29。いかがですか。いや、愛ちゃんもびっくりなんだけど、愛ちゃん同い年ぐらいかと思ってました。25です、私。あ、25。やっと年上の人が来た。はい、ね、いつもね、年下が来るのよね。が多かったですね。多かったね。結構年上です、ね、今年30ですからね。あ、今年なるの、うん、4月に。あら、うん、あ、じゃあもうすぐですね。じゃあ最後の20代じゃない。そうなの。最近はどう、そのなんかこういいこととかある。ね、今日ちょっといきなりちょっと知りすぎてるっていうか、お友達でさ、うん、なんか普通にいいことどう今日あるとか言って、うん、見てる人引くかな、こんな質問。いや、いいじゃないですか。ね、よくね、お話ししたりとかね。そうなのよ。まあね、
そう、仲良くしてほしいね。お出かけもカラオケから何からね。何年ぐらいなんですか。でももう知らってても 3,4 年になるよね。3年ぐらいかな。3年ぐらいちょうど、うん、かもしれない。そのぐらいになるよね。ディズニーランドも、はい、まあ、みんなで行ったね。行ったね、確かにね。最近はあのそれであの話の途中だったんだけど、うん、あのこうどんな感じで過ごしてるの普段。あ、私もマイペースにね、うん、楽しいことも楽しもうと思って。趣味は何だったっけそもそも。趣味はいっぱいある。お酒飲むこともそうだし。お酒飲むんですか。これ今綺麗に言ってるけどお酒飲むこともそうだしって一発目に出てきたんだからお酒飲むことが好きなんでしょそう、お酒飲む子みんなでワイワイ飲むこと大好き、うん、あいとね、いいお酒なの。あ、そうなんですか。あの飲んでなんか人に絡みつくとかそういうこともなく、うん、楽しくね、このまんまで明るくハッピーな感じで、ハッピー、まあ、人によってはお酒を飲むと表現するとか眠るとか、まあね、いろんな極端に ね、変わるけどね、うん、あるけどね、明るい感じでね、うん、じゃあお酒飲む以外にさ、もっとなんかこう最近こういうのやってますみたいなないのかしら。こういうの？あのじゃあオフの日何やってる？あ、オフの日、うん、あ、ゴルフとかも。ゴルフ？うん、うん、大人でしょ。できるのゴルフ？うん、できる。え、ゴルフやるんですか？意外。そう、月にまあ1回行けるか行けないかって感じやけど。すごい、でも結構、うん、月だったら頻繁ですよね。ね、そうそうそう、何年くらいもうゴルフ始めてから。ゴルフは1年くらいかな。あ、じゃあ結構うまいんですか？はい、うん、あの数字で言うと120を切ったっていうと、うん、それどうなの？すごいじゃないですか。いいらしいって聞くの。ちょっと待って、愛ちゃんやってんの？ちょっとやってました。ちょっとやってた。もうやらない。それどのぐらいの数字？いや、わかんないです。あ、わかんない。その120とか言って、でも1回だけ回ったことあります。なんか会社の方と一緒に、うん、会社、いつも会社の方だね、愛ちゃん。もうあのそろそろ私とか誘ってくれれば、はい、ね、かあの私が保護者になるから。いいですか、うん、お願いします。あの会社の方ばっかりいるとあの視野が狭くなっちゃうからちょっとどっか行こうか。はい、お願いします。じゃあそんな、うん、ランコちゃんですけど、はい、なんかおすすめのものありますか。あ、見たい、うん、おすすめなこと、おすすめ、はい、ものでもことでも何でもいいわ。最近あのプロ野球、プロ野球、そう、プロ野球前から好きだよね。あ、そう、知ってた、クリスさん。いや、知って、いや、好きなの？結構、みんな知ってると思うよ。プロ野球、私野球がすごい好きで、うん、っていう理由は宮崎県出身だから、うん、あの宮崎にはキャンプして、あ、ちょうど今シーズンで、うん、キャンプシーズンで、私、うん、この間もプライベートでジャイアンツ、うん、読売ジャイアンツ、本当にね、うん、だからジャイアンツファンなんだよね。そう、見に行ってきて、で宮崎にはソフトバンクとか広島カープとかも来てて、はい、ソフトバンクも行く時もあるんですけど、うん、今回はちょっと時間なくてジャイアンツだけ行ってきて、うん、何するの。でもキャンプなんか見て、あのねキャンプ見れるんですか。いや、だって、いや、そう、見れるのよ。一般人の方も見れるの。一般人ばっかり、へー、みんな全然、もう女の子も子供も、そういっぱいいろんな人が来て。だから愛ちゃんのモーニング娘さんで言えば出待ちみたいなもんよ。あ、まあそう、でも本当に色紙持って待ってる子たちもいるし、うんうんうん、そしたら結構ね、選手がね優しくね、うん、サインしてくれたりとかもするし、で私の場合はなんか今年新しく入ってきた、うん、あの選手とかがどんな感じなんだろう、うん、どういうボール投げるのかなとか。いや、分かるよ、その選手とか。それ野球そのものが好きなの？野球が好きなの。え、野球の試合が好きなの？野球というスポーツが好き、試合も好き。これね、野球ってでもいろいろ見方があるの。そうですよね、うん、野球の選手が好きとかってよくあるじゃないですか。それ、そこ、選手を見に行くとかで、うん、そういう感じじゃない。まあ、野球がもともと好きだけれども、その中でも特にジャイアンツを応援してて、その中でも応援してる。なんでジャイアンツ？やっぱ宮崎が馴染みがある。ああ、東京の、ね、チームだけれども、そうそうそう、宮崎のキャンプに来てくれるか。キャンプに来てるか、ちっちゃい時から知ってて。ああ、じゃあもうちっちゃい時から応援してるんですね。うん、馴染みがあって、でその中でも応援してる選手は何人か。私もあれだよ、でもあの野球は全然できないし、うん、知らないけど、うん、あの選手の写真集とか本はいっぱい持ってるよ。一番最初に買ったのが原選手、それから山倉選手で買って、あとはあの長嶋さん買ったりとか、はいはい、長嶋一茂君買ったりとか。一茂さん好きですよね。やっぱお顔が、お顔、お顔、うん、やっぱりお顔。でその中でも、うん、じゃあ今日今回キャンプで新人の方も見られてるってことだけど、うん、まあ、全部じゃあ入れて、うん、全部入れて、うん、好きな選手ってどんな方がいらっしゃる？あのね、じゃあ今年のジャイアンツのこれからの注目、頑張ってほしいなっていう選手は、投手、投げる人としては、はい、ソフトバンクから来た、
移籍してきた杉内投手と、はい、あとこれから頑張るっていうこれから一軍でっていうのが宮國投手っていうのそれは今その宮國投手さんは2軍にいらっしゃる今初めて一軍のキャンプあ合流してすごい調子がいいっていう情報テレビとか私ちょっとさせっかくだから顔写真見たいよね確かに顔わかんないからさ好きな選手とか今正直でつまんないこの会話イケメンの選手ね誰かいるかな今多分これね、うん、ご覧になってる方は男の子が多分多いと思うから今ねうんいろいろ言って名前は変わると思うんだけど私は顔が正直わかんないなんかほら有名なとこだと西武の私イケメンだなと思うのはあの片岡選手とかあの中島選手とか私ね結構ね最近の選手では、うん、今日本にいらっしゃらないけど、うん、いたずらっ子みたいな感じで、うん、西岡くんが好きだったの西岡選手もかっこいいって言われますよね一緒に番組一緒になって すっごいいたずらっ子っぽくて、うん、して今ちょっとねえかわいいなすごい私のことを見る目がいたずらっ子だったのよねそうなん、好みのタイプすいません浮いてません今ちょっと野球のこと知らない全然わかんないそうわかんなくても、はいあのね、女の子も最近ファン増えてて、はい、あの選手から入る人が多いかな、うん、女の子やっぱりこうクリスさんみたいにこのかっこいいとか、うんね、それ でもかっこいいで終わってんのよそういう野球の試合もその人が出てなきゃ盛り上がらないみたいなそうですでも私、うん、あのモーニングにいた時楽天を応援させてもらって、うん、あそっか、はい、で楽天は応援に行ってましたでもその時は見に行って実際、うんうんうん、でテレビではあんまり見なかったんですけど、うんうん、実際行くとやっぱり熱くなりますね熱くないですか音とかそうですねリアルな音とか、ね、なんかもう喉が痛くなるぐらい叫ぶ、ね、応援みんなが応援してるのとかも面白いです、うん、なんかね映画とちょっと似てるのよ映画も最初入ったところがなんかあんまり面白いか面白くないかふーんって見ててでだんだん燃えてくるじゃないどうなるんだろうって野球もそんなようなもんそうホームランがパッて出た瞬間もバッて会場の雰囲気が変わっちゃうから7時から始まったりするとなんか最初はつまんないのよなんかああと思ってまたねすぐ終わってみたいでもやっぱり後半にねなるにつれ楽しいことは事実だよね野球もね楽しいまあスポーツ観戦自体が結構好きだから何でも本当確かに意外とだからスポーツでもスポーツは得意だったっけ私子供の頃は割とできる方何が得意だったスポーツスポーツ、うん、リレー選手とかしてたあ毎年すごいじゃないですかリレーとかやってたんですか、うん、特にあそうなんですかなんとなくリレー選手選ばれたみたいなあじゃあもうセンスがいいんじゃないですか普通に私は普通です体育できない方できる普通もう本当どっちつかずまあ動けなくもないしみたいな、うん、じゃあ会話も盛り上がらないんでやめますじゃあ美容法とか話そうかもうなんか今スポーツでこんなに盛り上がってるけど、うん、やっぱり美容法は聞かなきゃいけないからさ、ね、どうしても女の子来たらやっぱり、うんうん、ねえ最近メイク変わったメイク、うん、変わったかなまつげエクステほらまつげエクステを今下手でバサバサねすごい可愛い前より、うん、これはいい言葉かどうか分かんないけど、うん、妖艶になってきた妖艶目で訴えかけるものがすごい それがまつげエクステだったんだなんかやっぱ今年のメイクのね流行りとかもあったりとかして、うん、まつげエクステが結構流行ってたりとかするから、うん、やっぱり対照的だもん2人の目がこっちがピッてなんか可愛いまつげでキュートキュートこちらはなんかふって訴えかけるようなまつげで今結構あ下手下手流行りなんだ、うん、人気最近結構みんなしてますねしてる人多いしたことないあ本当、うん、一回やるとね楽で、ね、でも私もほら自分で女装はしないんだけど、うん、女装させられる時あるじゃない、うん、まつげがあるだけで全然顔変わるよねまつげで変わるだから女の子って化けるって言うけど、うん、本当に私すごい化けると思うわ、うんうん、目が大きくなるでもそうやってちょっとせっかく美容法聞いてるのに、うんそのまつげがなくなった時の夜の自分の顔を見た時にどう思う？エクステは常にあるのか常に取れないんですよ。常にくっついてるの。そうかエクステだから取れないんだ。常にくっついててでだいぶ1ヶ月ぐらい経つともう数が少なくなるからまたメンテナンス。上げてくる。いくらかかるのそれで？これは私が言ってるとこ8000円ぐらい。すごい。ちょっと待って横向いてくれるちょっと。そう今今日すごい。ちょっとねすごい今いや横いやあの、ね、こうか。すごいのこれ今日 今日のバサバサ具合は結構なもん綺麗すごいねあ本当だ昔のダイアナロスみたい昔のダイアナロスそうダイアナロスっていう歌手の人がいるんだけど、うん、こうやってバサバサ
だから70年代に戻ったようなメイクが私ね、レトロなのも人気だから、うん、世の中も気がする、うん、じゃあまつげのエクステは分かったけれども他のなんか気をつける美容法とか気をつける美容法は、うん、なんか私肌がもともと弱いんだけど、うん、なんか化粧水とか乳液とか使いますよね、はい、使う使う、ね、もう休みの日は半分使う化粧水あそんなに使いすぎですよいややっては乾きやっては乾きだからすごい、うん、でもいいことですよねいいんですか、ね、高くないものを使うあちゃんと乳液もしてます乳液何やあの効果がないみたいなことあいちゃんが言ってない化粧水だけだったら逆に乾燥しちゃうから、うん、化粧水やって乳液やってでもやっぱ乾くのよこの季節まあそうだからまた化粧水やってっていうのを繰り返してるとあんまりすぎてよくないんじゃないですか絶対大丈夫だと嘘私、ね、だって日焼け30年間やってきたけど、うん、全身シミ一つないのあすごい肌強いのあ強いんだそういう人は多分いいと思うんだけどなるほどそしてごめんなさい話の途中だそうそうその化粧水とかをあの毎日一緒のを使うと慣れてきちゃうから、うん、何種類かのやつをあのその日のコンディションに合わせて使おうかなっ て, 言ってまあいいやつ高いやつからちょっと チープなやつとか何種類か置いて初耳なんですけど化粧水何種類も使ってる、うん、私も何種類かあります、化粧水が慣れるってどういうことなんかその効果ってあるこの保湿の効果、うん、美白の効果とかあるけど、うん、使ってるとそれがどんどん肌がね、うん、慣れてきちゃうから、うん、とあと今日はすごいなんか吹き出物があるとか、うん、体調によって女の子はホルモンバランスとかにもか、うん、よって変わるからそれに合わせて使う、うん、ホルモンバランスないから関係ないかわかるわかるいや私ニキビもできないしさ吹き出物もできないからあるのはシワだけっていう噂なの噂噂って何噂って言ってるんだもん噂じゃなくて本物だって、そんなことないですほんとじゃあまつげに肌に、うん、もうま、でもやっぱ女の子だし表に出る仕事だからね、うん、気をつけようとはね私最近さ興味あるのがさ、うん、お風呂、うん、私お風呂って入らないのよ、うん、あのシャワーしか浴びないんだけど、うん、お風呂ってどうなさってる私は浸かりますけど全部浸かる半分ぐらいあやっぱり半身浴なんだで何分ぐらい、うん、1時間ぐらいあえその間何やってんの1時間え立ったり座ったり立ったり座ったりちょっと待って本も読んでないっていうことあ読んだり台本読んだり台本読んだり、はい、あ台本読んだりのぼせないもうそこで覚えるしか覚えれないあそうなんだどうお風呂私、うん、今までお風呂嫌いでえ浸かることが女の子で珍しいシャワーは全然いいんだけど、うん、浸かることが、あの面倒くさくてまあ確かにそうですよね掃除して溜めなきゃいけない自分で、うん、だってもうシャワーでいいやみたいな感じになってたで面倒くさがり屋だからでもそれって女の子っぽくないじゃんちょっと私意外すぎて、うんちょっと引いてる私はシャワーって言ってるのは、うん、あののぼせちゃうのよ、うん、ダメなの、 あの、うん、貧血みたいなの起きちゃうから、うん、だから入らないんだけど めんどくさいのめんどくさくて掃除するのがめんどくさいし掃除もそうだし髪の毛も洗うのもめんどくさくなるし乾かすのもめんどくさいし、うん、ってなっちゃうから変わったの、好きな、うん、ここの放送だけの秘密にしとくから、うん、好きな人ができたら言わない方がいいと思う結構言っちゃってる、いやちょっと待ってそれでみんな男の人とか男の人友達でも誰でも、うん、全然って言わないみんな、うん、まあ私だからねそれは、まあ、でもいいんじゃないですかギャップでなんかサバサバしててあそう、うん、そうだよね考えてみたら作った自分やったってしょうがないんだもんねそうそうそう見た目がこう可愛らしいじゃないですか、うん、って声とかもすごい可愛いけど、うん、もうめんどくさいじゃんって言ってるのがなんか可愛い そうですかすごい可愛いでも変わんなきゃいけない憧れるなんかやっぱ女の子半身浴7時間してとか、うん、それが言いたいから、うん、私はお風呂テレビ防水テレビを買って、うん、今いい、ね、届くのを待ってるあ、でも本当最近本当に最近多分ね明日ぐらいに届く明日ぐらいに届く、うん、でも最近のことでしょそんなことはあのぶっちゃけトークみたいな男子にするのも昔から全然このことはお風呂入ってって休みの日入んない時とかあった、うん、男性っぽいね、うん、野球見に行ったりとかさ、うん、割と、うん、割と可愛くて綺麗なのに割とちょっとサバサバでそれがいいんじゃないですかしてるんだねじゃあそのサバサバしてる方のバッグがどんなものか興味があるバッグないちょっとありますそれ見せられる見せられるじゃあちょっともうすぐカメラ向けんの私かわいい知ってたじゃあどこに置いたらいいそこに出してかわいい写すの OK? OK で OK ほんま OK でやだマネージャーにそんな確かめたでしょあマネージャーさんに確かめたありがとう愛ちゃん優しいはいじゃあ私は開けます、ね、開けますもう
神戸蘭子さんのバッグです、はい、イエーイわーじゃーんバレンタインチョコです。ちょっと待って友チョコはい あ, ありがとうございます。ありがとうございます。もらっちゃった、はい、やったーバレンタインチョコ、ありがとう。バレンタインチョコはいいんだけど、うん、ちょっと待って、うん、それでごまかさないで。大したもの入ってないんだよ。これ何？リボンがなんかいっぱいついてるの。何ここ？どれどれ？かわいい。その端のこれ。これ？これ？うん。これ？うん。これね、携帯。あ、かわいい。かわいい。見て、携帯。携帯。かわいいね。そう。かわいい。みんな何？こう、でこ、あ、ねえ、そういえばさ、私が馴染みにあったあの、ふわふわのやつどこ行ったの？あ、携帯の？うん。携帯の昔、ふわふわの、うん、そう、こう、斜め掛けにして、2年か、そうそう、2年以上は使ってたんだから。どうした？バッグにして、うん、飴玉入れたりとかして携帯つけてたら、うん、もうそれは使わなくなっちゃった。お役ごめん、うん、ちょっと肩凝っちゃうからね、肩。あ、そうなんだ。そう、なんかね、蘭子ちゃんっていうとそういうのかも、ね、そう楽ちんだから。あ、じゃあなんかここでさ、こんなグッズ入ってますっていうのないの？新聞。ちょっとおっさんだ。しかもさっきの宮国と、しかも見てください、スポーツ報知です。そうすっげー。スポーツ報知です。この人？そうこの人。宮国さんってこの人だって。調子がいいらしいですよ、この新聞によると。暴れ発着が大きくなったみたい な, なんかこれ、まあ、暴れ発着のその後みたいな感じだけど、今年期待のね、うん、感じの、まだ19歳。ちょっと覚えておこう、愛ちゃん、はい、宮国さんおすすめだっていうから、ね、そういいね。どんだけね。ちょっと待って、でもこんな綺麗なバッグの、あ、でもパソコンあるの？これ iPad。 iPad。 iPad はもう常に持ってます、うん、ゲームもするし、インターネットもする し,、うん、するし、なんか写真とかも入ってたりとか。他は？他はでも、あ、サングラス。あ、サングラス。ちょっとしてみて、サングラス。これね、ちょっと毛がいっぱいついてるけどね、うん、これすっぴん隠しのね、サングラスね、うん、こんな感じ。まあ、セレブ。すっぴんをね、隠すからね。あ、とか、まあ、とか、あとね、あ、これデジカメね、デジカメ、ね、いくつその、なんていうの、グッズ、うんうん、ね、iPad からデジカメから全部意識入ってんだね。そう、あとポーチ、化粧ポーチっぽいもの、ね、化粧ポーチ、中はダメだね。なんか大丈夫だよ。うそ、なんか可愛いですね。可愛いね。本当？やっぱり今ちょっとサバサバして男性っぽいところもあるって言ったけど、やっぱり女子だね。そうですね。意識して。明らかに。でも今ボンって置きました。はい、すみません。愛ちゃん、なんかなんか文句ありますか、愛ちゃん？違う違う。可愛らしいなと思ったんですけど、でもボンってなんか。ボンと置いた。はい。これをボンと置いた。ボンと置きますよ。はい、どう大したもの入ってませんよ。もう化粧。ああ、化粧。なんか、うん、これネイルオイル。爪すごい可愛いですよ。そういえば私、私ちょっといい？ちょっと一回カメラ置いて、うんうん、はい、私そういえばさ、うん、ネイルオイルって私やったことないの、はい、ネイルジェルとかもある？ジェルはこれ今つけてる、はい、もある？なんかそれね、武田さんって知ってる？サッカーの、あの方がネイルジェルやってて、ツヤツヤしてますよね。私怒られたわ。え、なんで？クリスさんはお姉なのにネイルジェルとかそういうのやらないの？とか言われたから、私全然興味ないんだけどって言ったら、うん、ダメだねとか言われてピカ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 させてたけど、あれ男の人も普通にやるのかしら？いや、少ないよ。そうですね、あんまりやってる人はいないですけど。ネイルジェルやらないよね。たまになんか一つの指だけとかやってる人もいますけど。あーとしてたあんまり見ないですね。あんまり私は好きではないかもしれない、うん、ああ、男性がやるとすごく綺麗にしすぎてるのは。まあでも武田さんだから似合う、ね、そう似合う、ああいう方は似合うけど、うん、そう、ああいうおしゃれに ね、敏感な方は、方がね、うん、ファッションもすごい武田さんってすごいからね、うん、もう完璧なイタリアン、イタリア人、うん、素晴らしいね、おしゃれさね。あ、ごめんね、いっぱい見せてもらっちゃって。全然大丈夫。なんか放置されしてる私。全然大丈夫、まあ、そんな感じかな、ね、いや、可愛いですね。なんかすっきりしてる、すっきり。そして、ね、お酒がまあ好きだって言うけれども、あ、そう、お酒にいいウコンも入ってる。すごいです。すごい。お酒飲みすぎた時ね、はい、一緒に遊園地、ほら、この間ディズニーランド遊びに行ったけど、それから行ってる？そういうところとか。ディズニーはどこ遊びに行くとこだと一番好き？でもそういう遊園地みたいなとこ大好き、好きだけど、大好き大好き。あまり一緒にやっぱり行けない、うん、一緒に行く相手がいないといけないもんね、あそこ。一人じゃいけないでしょ。そう、うん、旅行とかも、うん、あの、私時間ができたと、急にね連休があったと思っても、うん、誰と行ったらいいのって最近思う、うん、
急な連休は。え、女友達じゃダメなの？みんな仕事してるから、うん、そんな悲しいこと言わないでよみんな時間が合わないよ。時間が合わないんだ。時間が合わない。まあ前もってやらないとダメですもんね。そうそうそう、前もって計画立てたらいけるけど、例えばカンベランコ式で言うと、うん、どんなプライベートの旅行なり、うん、そういうどういうとこ行きたいの？え、私だから今回も宮崎プライベートで行ったように。それはいいや、結構巨人はいい。じゃあ思い立ってあ沖縄行こうとか、思い立って北海道行こうとか、来週空いたから行こうとか、人がいればすぐ。え、沖縄って行くんだったら何したいの？沖縄は暖かかったら海、はい、海でしょ。今の季節はまだ海ダメだから、水族館とか、水族館かとか、観光かな。だからあれだ、もう特にもう壮大な計画があるわけじゃなく、うん、沖縄のそれぞれちょっとした魅力とか、うん、北海道のいいところとか、うん、そういうとこちょこちょこって行って帰ってくるみたいな、うん、美味しいもの食べるだけでも行ったことある。あ、でもそういう方がなんか行動できますよね、すぐ。でもなんかいろいろなこれやってあれやってっていうより行っちゃった方がやっぱ早いじゃないですか。行動派ですね。結構行動派、友達が今北海道いるけど、ね、伝え行くっつって行ったこともある。すごい。できる？ちょっとって言って。あんま行けないですね。行けないよね。いや、だからかっこいいです。羨ましいです。羨ましいね、そうやって行動できるって。ね、フットワークは軽い方。ね、そこら辺がなんか男性っぽい。そうだよね。なんかちょっとサパサパしてる感じ。やっぱり私とか、うん、明日の予定が例えば仕事であった場合に、うん、明日のことを考えるから、うん、今日は空いてるけど、うん、明日のことを考えるとそこまではできないとか思ってやめちゃったりするけど、うん、どう？明日が仕事で、うん、今日は休み。今日は休みだったら前の日から行けたら行く。前の日の夜の便で、最終便とかで行ったりとか。なんか休みの日が1日あるとしたら、うん、家でまったりしたいなって最近思うんだけど、それはジジイ？そうですね、まあ私自答はしてないですねそういう時もあるんじゃない？はいちゃん何してる？私はまあとりあえず外行きますね。あ、とりあえず外行くんだ。外行って、うん、まあヨガ行ったり、あ、ヨガ行ったり、はい、やっぱりみんなあれだ、もう家でゆっくりっていう人、あのワードはないんだね。あんまりないです、ね、たまにね、月に1回そういう日は欲しいけど、私もこの前お休みあった時に自転車でとりあえず外に出て、はい、自転車とか乗るんですか？そう、一日中自転車で、ね、回った。すごいね、アクティブだね、ね、アクティブ、アクティブ。やっぱ動くの見るだけじゃなくて好きなんですね、うん、そういえばスタイルいいけれども、ダイエット法とかなんか、うん、あ、聞きたい。そう、ダイエット法、あ、最近スニーカーを買いまして。はっ、ウォーキング、あ、ジョギングは無理だから、うん、ウォーキングを1時間ぐらいするとか、うん、マッサージ行くために1時間ぐらい歩くとか。あ、その場所が20分30分離れようと。そう、歩いて行ったりとか、ちょっとするようになった。あ、じゃあ歩くだけで全然違うんですね。そうそう、と家でゲームしながらこう体を動かすゲームとか、あ、ウィー、うん、あ、そう、ウィーしてダンスとか、なんだろう、スポーツとか。どう、効果てきめん、それとどうあった？あの腹筋とか、なんかウィーフィットとかやるやつかな、あるよね、あれは本当にガッツでやると本当に効く、うん、筋肉痛になる。なるほどね。そうだから私はそういう自分の家でエクササイズとかするときは、うん、筋肉痛になるぐらいやらないとやった気がしないよ。ほう、どうですか？やっぱストイックですね。ストイックだけどやりそう、うん、それやるってなったらよ。まあやるってなったらそうかもしれないですけど、まあ私の場合はなんかコンサートやってたんで、その時についたみたいな感じだった。あ、そっか。あんまり自分でやってたりとかしなかったですけど、ね、今はもう逆にやんなくなったんで。私ここが言いたいとこなのよ、うん、今愛ちゃんが言った、やっぱりコンサートやってたからやる必要がなかったって言うじゃない。そうですね、自然についてた、ね、だからここね、パーティー今来て、うんうん、私が痩せたのはアイドルダイエットコンサート、あのアイドルダイエット、コンサートやったふり、歌は歌わなくていいのよ。全く、例えばビデオ今ね DVD あるじゃない、それに合わせて一緒に踊ると、愛ちゃんになりきってこうやってと、衣装替えでもはけたりして、そういうのやってると本当痩せんの。いい、なりきるの大切だ。そう、だからエアーモーニング娘。でもやったら、あ、じゃあやろう、うちで。すいません、すいません、モーニング娘。ですからやろう。いや、モーニング娘。ですから。だってもうモーニング娘。じゃないですから。うん、いろいろなダイエットの方法あるから、ね、いいよね、うん、あとずっとバレエ習ってたから、踊るバレエ、動かすの好きだね、からずっと習ってたから、うん、その方法ね、家でもちょっとその柔軟体操とか、うん、体柔らかいんだ。そう、体柔らかい、ね、その柔らかいの見せて。柔らかいのどうやって見せて。いや、見せられないです。いや、ここで見せないのもの、うん、ペタッてする、うん、ここ大丈夫ですか？じゃあいい、私がこのカメラで映すから。
あのね、ちょっと待ってね、うん、私そっちに出るから。骨下につくかな。3歳から、うん、はい、とりあえず下につけます。はい、はい、ペターン。すいません、どこまで手がついてますか。今ここまで。うわすごい、だってヒール履いてるのに。はい、そうそう、はい、すいません、当然こちら。でもね、私踊ってたからね。でも私もクラシックバレーやってたんです。あ、じゃあ全然つく。つくよ。あれクリスさんは？クリスさん、いや、やんない。クリスさんは？はい、ちょっと待って、これはね、クリスさんは？クリスさんの番だよ。ちょっと待ってね、いくよ。笑わないでね。OK。 あ、でも、あ、あ、ついた、ついた、ついた、これ、はぁ、精一杯。いや、でも、柔らかい。柔らかいですよ。最近運動してないから。最近全然してない。でもそう、あの、年齢の割には、あ、ね結構、まだね、だってこのぐらい浮いちゃう人もいるもんね。捕まらないのぐらいの人いる。でもね、体柔らかいのはやっぱりすごい絶対大切。いろんなものに対して、ね、やっぱり柔軟っていうのは絶対必要だね。怪我しにくくなるし、怪我しにくくなるし、まあ、そうなんですね。そうなの、やっぱ柔軟と筋肉は絶対必要、うん、あの、太りにくくなるし、うん、と思うのよね。ね、そうそう。食べ物どうしてんの、ちなみに。食べ物は、うん、ちなみにどういう食生活、あの、ね、普通で言うと何が好きなんですか。うん、お肉が好き。ほら出た、お肉が好き で夜食べないでしょ。すごい食べるんです、私。すごい食べる量は、うん、多分高校生の時ぐらいから、うん、定食屋行って2食食べてた。え、ちょっと待って、定食2食ですか。定食屋さんっていうの、うん、2食だから、カレーセットと例えばなんとかちゃんぽんセットみたいな、食べるような家庭だったの。いや、私はそもそもラーメンにライスとかあるじゃん、ラーメンライスとかって、あれがよくわからないの。どうしてそういう組み合わせするのか。確かにね、ああいうのやってたんだ。うん、に食べてた。それが親がそうしてたから、父親がすごい食べる人だったから、それは高校の時運動してたか、バレーしてたから全然食べれてて。じゃ太らず、うん、で東京来てちょっと運動がね、量が減ったらちょっと太り出したから、うんうん、まあ、1人前ぐらいよりちょい多いぐらいで我慢するようにはしてるけど。スポーツやってた人はやっぱり食べ物減らすっていうことがなかなか苦なのよね。全然食べれちゃう。調子いいと本当食べれるから。だから、あの、スポーツ終わった後、現役が終わった後、みんな太り出すじゃない。あ、やっぱり量が ね、そのまま食べちゃうから。量がやめられないのよ、うん、ところが運動しない、消費しないもんだから、どんどん太っちゃう。そっかそっか。そうなの。そう、それがちょっとあったから気をつけては。だからもうサイクリング、散歩やってたら、そのぐらい夜肉食べ放題でもいいよぐらい。いいのかな。でも年がちょっと、もう味噌汁になるとね、ちょっと違うお肉がどんどんついて女らしくなってきた最近。それ、まあ、いいことじゃん。いいこと、ね、丸みをね、やっぱりね、帯びてくるんだなと思って。ここに肉あったかなみたいな、ね、私ね、なんか、うん、そう、あの、ちょっと変わったなと思ったんだ。へえ、なんかね、うん、ちょっと大人になった。なんかお肉がついた分うん、うん、ちょっとだよ。でもお肉ついたってたって、うん、色っぽくなった。ほんとに。あ、でもそれいいですよね。さっき会った時に申し訳ないと思ったけど、あ、小の女とか言っちゃったんだよね。でもなんか可愛いらしいイメージだったんですけど、なんかちょっとセクシーに見えました。本当にすごい嬉しい。小悪魔、小悪魔、小悪魔に慣れてる。慣れてる。慣れてる。なんかそのエクステが効いてるせいもあるかもしれない。これしてるんですか。あ、これ、ね、髪の毛じゃない。まつげもね。そう、髪の毛もすごい可愛い。髪の毛もね、2色ぐらい入ってる。そう、髪の毛綺麗だよね。2色。これだけ髪の毛染めてても痛まないよね。ね、痛みにくい方かもしれないですよ ね、うん、ね、そうか。して、あの、バレンタインにチョコレートはちなみにあげましたか。あげました。これいただきましたよ。私たちのさ、こと聞いて。ちょっと愛ちゃん、どうしてそこで話。いや、この話はいいですか。ちょっとガチで聞きたいので、すみません。バレンタインにチョコレートは、あの、好意じゃなくて、うん、友チョコはまずいくつじゃあげた。クリスさん、開けなきゃ。開ける開ける、うん、え、友チョコ何個かあげてる。それで、じゃあもう友チョコの話終わった。うん、本命チョコは、うん、残念ながら本当のガチの本命はないけれども、なんか、あの、なんとなくなんか いいなっていう、うん、ちょいとしたギリチョコよりちょっといいかなみたいなのは。人はいるの。あげた。あ、本当。いくつぐらい。それもそれもいっぱいでしょ。結構いっぱいじゃないな。ありがとう。私もなんかすごいか、うん、やった、うん、これ可愛いですよね。違うんだね。そう、私黄色やった。ちょっと開けられたら開けてみて。本当、はい、なんかちょっと開けてみようか。じゃあちょっとおしゃれじゃないですか。すいません、開けられないか。本命チョコより豪華っていくら。いや、全然変わんないぐらいよ。あ、うん、あー、包装紙なのね、これ。そう
そう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 、私こういうのね、ダメなの。私ね、不器用なのよ、こういうの。よし、開けてみよう。開けれました？なんか、あ、開けた。あれ？あ、すごい。これ1個？そう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 。あ、もしかして。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待って、開けて。いやー、かわいいでしょ。かわいい、なんか。豚だよー。豚チョコー。かわいい。でもリアルすぎる、これ。いや、めっちゃこれ食べづら。ちょっと待って、あ、消えた。ちょっと待って、変なあの今、愛ちゃんごめん、スカート映っちゃった。全然ごめんね、私もちょっと開けてみこれ食べれない、可愛いから。え、でもこれダメだよ。あ、確かにズーロジーって書いてあるから、あの動物系だよね。ちょっと待って、ちょっと待って、私ちょっと待って、クリスさん映すから。いやいやー、これ、私、食べ、あの、違うの、これこれ、あの、食べたいけど食べられない。リアルすぎないこれ。カエルだ。前こんな感じ。カエル。グワグワって。グワグワ。じゃあこのイボイボがすごい。イボガエル。めっちゃ。リアル。かわいいですよ。これ、いや、かわいいって。まだこっちの豚がいい。パッケージ超かわいいのに開けたらびっくりみたいな。ねえ。それ趣味？ん？あの、このカエル選んだのなぜ私に？なんか面白いかなと思って。やっぱ私なんでカエルで、なんで愛ちゃんに豚なの？ね、選んだね。選んだ ね、 ね、なんで愛ちゃんに豚だけ聞かせてほしい？え、かわいい、これだ。かわいい、かわいらしい。あ、豚で、うん、豚ちゃんだから、うんうん、あ、そうなんだ。面白いね、なんかセンスが ね、 ね、そう、ということでね、そろそろ私お出かけしようか。お出かけってあんた来たばっかりじゃない。今ウォーミングアップがようやく終わったとこだよ。お出かけしようかな。そろそろね、どっか用があるの？そう、ちょいとね、今からまた野球かなんか見に行くの？野球とかね、いろいろ情報、また新聞読まなきゃいけない。野球ちなみに見に行くとき一人で見に行ってんの？あ、一人では行かない。野球好きの女友達、女友達も男友達もどっちも、うん、じゃあ今度野球連れてってもらおうか。え、行く？全然、ね、連れてって教えて。うん、教える教える。それで、うん、友達の選手とかいる？友達の選手いないな。なんだ。ごめんね、ごめんね。そこだったのに、私は。そういう、そういうことはできなくて。え、帰っちゃう。うん、じゃあ、とりあえずカメラのファンの皆様にアピールしてから帰って。うん、わかった。お邪魔しました。うん、わかった。うん、またよ。また来てね。なんか、なんか嵐のように去っていくわね。大丈夫ですか？いや、大丈夫、あんた。じゃあ、お邪魔しました。カメランコでした。ありがとう。また来てよ。またね。バイバイ。また。あー、早い。かわいい。なんか、今日は喋るだけ喋って書いてたね。今日一番喋ってなかった。かわいいね。超かわいい。でも、私もやっぱりな、こう何年か経つとやっぱり丸みを帯びてきたってご自分でおっしゃってたけど、うん、やっぱり色気が出てきてるわ。あー、そうなんですか。うん、やっぱり、そろそろ恋人できないと心配だな。なんかお父さんみたいになってる。やっぱり心配よ。女はさ、愛されてなんぼなのよ。そうですね。愛されると女は美しくなれるの。お、わかる？元の可愛さっていうのは限界があるの。元の美しさっていうのも限界がある。初めて愛されるっていうことを覚えて羽ばたく。わかった。羽ばたく。はい、ちょっとあのピグそろそろ見ようか。ちょっとあの、なんか今ベラベラ喋りすぎてあのピグ忘れちゃったの見るの。ピグ、また戻ります。今日、ああ、またみんな待ってくれてる。はいはい。ここ行きます。14番。14番。はい、14番の部屋入りました。もう今日の、あの、とりあえず、ランコちゃんの感想でもいいし、それから、うん、ほら、パワーストーンのブレスレット、ね、でもなんか今日なんかみんなが思ったこととかなんか楽しかった、ありがとう。でも今日盛りだくさんでしたね。来ないからって来てるじゃない。あ、ハッピーバレンタイン、ありがとう。はい、私の名前まで付け加えていただいて、この人長文で偉い、うん、みんな短い 文なのに。みんなせっかく喋れるんだよ今。うん、ランコちゃん可愛かった。はい、ランコちゃんあっちでありがとうって言ってる。あっち似てる？ん、似てない、うん、楽しかった、可愛いって。でも本当可愛かったです ね、ランコさん。ドイツからだってよ、この方。Thank you。 すごい、グーテンターク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 は違うんだよね。なんだっけな、忘れちゃった私ドイツ語。チョコリアル、あー、豚と、うん、あのカエルがね、本当にリアルだよね。カエル簡単、え、カエルタン食べて。いやー、うん、私ちょっとダメだわ。ちょっとカエル、これ怖い。
あのチョコ知ってました。あ、知ってたんだってチョコ。あ、知ってるんだ。やっぱカエル結構反応あるね。そうですね。カエルすごいよ。まあ、なかなかないですよ、ね。あえてやっぱりイベントに行ったちょっと感想が結構あるけど。そうですね。この間、うんうん、イベントやったんですよ。何のイベント？あのファンクラブイベントを、あーちゃんの、はい、してみんなと触れ合った、はい、卒業後初めてだったんで、あらららららら、はい、じゃあ盛り上がったでしょ。そうですね、うん、盛り上がりました。本当どんな感じのイベント、あーちゃんのファンクラブのイベントどんな感じの順番で進行するの？なんかなんでしょうね、まあ私一人のイベントなんで一人で回さなきゃいけないんですよ。え、司会者は？司会者いないんで。なんで？自分で回さなきゃいけないのと、うん、あとでも会いたいっていうタイトルだから、うん、私が会いたい人を呼ぶんですよ。あ、ゲストに。で、小川誠ちゃん、同期の小川誠ちゃんが誠ちゃん、はいはい、出てくれて、うん、2人でイベントやりました。うんうんうん、あ、本当。一緒に歌ったり。つまり愛の部屋みたいな感じ？そうですね。ね。でもなんか心理テストやったりとか、うん、あとはあの英語の勉強したりとか、うんうん、いろいろなんかトークしたりとか。まこちゃんいくつ？まこと1個下なのに24です。あ、じゃあちょうどモーニング娘。時代は気が一番合うっていうか。そうですね、一番仲いいですね。近くて、はい、仲良かった感じ。仲いいです。あー、そうなんだね。それでファンの方との交流はどんな感じでしてんの？握手会やったりとか、うん、あとライブやって、ちょっと笑ってもらって。え、歌も歌って？はい、歌いました。あ、嬉しいね、ファンの人にとっては。はい、ねえ、私もじゃあ今度そのイベント、あ、呼んでって言いたいとこだったけど、まこっちゃんが来て私ってわけにいかないから、まあ、あのやめとく。次回会う時にぜひ来てください。考えてみたら、この、 あのアイスクリースがあるから。かもしれないから、もうやめる。でもなんか行きたい感じがするのよね、愛ちゃんのとこと、どんなことが好きとかね、うん、いろんなことなんか、なんか普通のファン目線で聞いてみたい。恥ずかしいです。で、私が会場に入ってなんかいろいろ聞いてみたいみたいなところはあるね、うん、なんかね。でも次来た時話がガラッと変わるけど、うん、あのブレスレットそうだできてる、うん、どう？楽しみですね。楽しみ。でも私ちょっと女の子らしかったんで、もう一パターンぐらい作りたいんですよね。だから作ればいいじゃん。だからこの後ちょっと残って、皆さんいないの？皆さん、皆さん、皆さんっていないか、はい、まあまあまあ、じゃあもう一度、もう一回ちょっと選びます。選んで、後で選んで、あ、見よう。選んでもいいですか？あ、いらっしゃった。あ、また皆さん顔出した。はい、あの、え、いいですか？全然選んでください。あ、そうなの？はい、また いつでもどんどん。あ、そうなのね。あ、じゃあ今ねカメラに見切れてるからね。あ、どうぞどうぞ。そんなに映りたいんだったら。どうぞどうぞ。あ、はい、どうぞどうぞ。あの、いいですか？入った入った。うん、ずいぶん残ってくれ。はい、じゃああんまりクローズ、トゥークローズ。映らないんで、もうちょっと。やだ、もう違う、ちょっと待って、こっちに座、アイちゃんこっち、あなたこっちに座ります。じゃあもう一種類作りたいってアイちゃん言ってる。いいですか？やったー、はい、なんかちょっと、はい、なんか黒っぽいのも作りたいなと思って、対照的で、ね、はい。だ、さっきのなんだっけ、かオアシインカノーズ、インカノーズ、黒いやつよ。あ、オニキス、オニキスとか、なんかそういう、うん、なんかちょっとパープルチックっていうか、はい、作っちゃう。作ってもいいですか？作ろう。じゃあこれちょっと放送はもう終わりだけど、うん、とりあえずこれ作って、はい、これ放送終了後選ぼっか、はい、ね、お願いします。じゃあ早く放送終わろっか、とりあえず。いやいやいや、あ、でももう過ぎてる。あ、終わろっかじゃないよ、過ぎてるよ今回も。終わらないと。じゃあまず皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと一応やっぱり私たち2人で見てね、はい、じゃあ愛ちゃんはもう1種類とりあえず作ってもらって、っ今これ放送終わった後にじゃあ選んでください。やったね、よかった、はい、じゃあ とりあえずできるの楽しみにするから、はい、じゃあ私から先に去るね。じゃあカエルちゃん持ってってあげてください。あ、そうだ、せっかくカエル、せっかくいただいたね。またナンコさんに、次回、愛ちゃんゆっくり帰って。はい。